どうもかげやんです今日はですね純粋なものが心を打つということについてお話ししたいと思いますえーっとですねあのー、僕がちょっとね色々いろいろこうまあ、ドラマとかをこう楽しみに見たりしてるんですけどもその時に今年のね、えー、頭ぐらいですね1月のなんかスペシャルかなんかの ドラマでね、ですねえー、木村拓哉さんが、えー、主演した「教場」という、ねえー、警察官のね、えー、その警察官になるために、えー、受けるそのなんていうんですかね訓練みたいなが何ヶ月間かあるようなところの話をこう、えー、ドラマにしたものがあったんですね。で本当の <laughs> 訓練がどういうものかっていうのは僕は分からないんですけどもそれを見ていてですね漠然と見ていた時にですねやっぱりそのなんかこうよかそのドラマが良かったこともあるんですけどもそのテレビでねそういうそのドラマでこう表現してはるものとかそのみんなで作り上げてはるものっていうのはね基本的にその純粋なものなんやな っていう,ふうに感じたんですねでそういう純粋なものやからこそですね、えー、こちらの心を打つというか何かこう心を動かされる状態になるというふうにまあまあ、あのそんな当たり前やって言われるかもしれないんですけども例えば何か計算したものであったりとかですね何かの、えー、その計算っていうかその何かその背景があってのこうものであるというかその。 どう伝えたらいいんか,ななんかその純粋ではないものですねその純粋に伝えようとしているものではない言葉であったりとかいうものっていうのはねなんかちょっとこう違和感を感じたりとかですねそのうんなんかこっちのこっちへこう来るものがないもちろんそのねその時の自分の状況にもよるんですけども。 うーん例えばそのニュースとかでですねコメンテーターが言う言葉とかですねそのこうそうなんかと思うこともあるかもしれないんですけどもその人の何か背景があって言ってる言葉であったりっていうのを感じ取るとですねそこにはこう心を打つというかこっちが納得する言葉にはならないというかね、うん、そういう状態で。で,でその その世のの中というか、その一般の人というかですねその中でいろいろ働いてたりとかいろんなことがあるんですけどもそこにこういう言葉っていうのがですね、あまりその本当にきれいなというかきれいなエネルギーを発するような言葉でない時にですねこ,こっちが嫌な気持ちになったり何、えー、かこう違和感を感じたりとかいうのが あると思ほんで,す、ね、でそのやっぱり何かをこう僕らでも仕事をしててですねそのお客さんに対して言う言葉であったりとかねそういうところはあのこれはね商売で僕が考えてることなんですけどもそのやっぱりその純粋なものでないといけないと決めるものではないですけども計算もあってもいいかもしれないんですけどもその。 基本的に発する最初のその根本とか芯っていう芯の部分っていうのはですね純粋なものでないとですね相手に伝わらないんじゃないかなと。で相手がそれを伝えた時にですね相手がしっかり受け取ってくれた時にあとはそれでどう思うかっていうのはあのお客さん次第なんでそこはいいんですけども僕が発するときに何かその計算でそのえー こういういいに次来てくださいみたいなことを言うとですねそれはあのなんか違和感として相手に伝わるんじゃないかなと本当に体の状態がこうやからこういう形で来てくださいとかお客さんがこういうパターンが多いんでこういう方がいいと思いますこういう可能性が高いですとかそういうこととかですねそ,のえそういうものっていうのはこう純粋であるものであったりしないと。 えー、なかなかその伝わりにくいっていうのをそのドラマを見た時に思ったんですねだから計算をこううまいこと口でうまいこと言ってですねそのなんか心理学とか使って誘導してですねそのお客さんをご,あの、えー、ご来店いただけるようにするっていうのは僕は、えー、違うというかうんというふうにこう違うというか。 僕ははそういうういいいやり方はしないということこですねだからその売り上げをだから上げなあかんのですけどもその商売してるんやから上げなあかんのですけども僕もね昔ですねその次の予約を取るように誘導したらですねみんな結構取ってくれはったんですけどもなんかそれをやっててる自分の中で違和感があったんですね。そのそののの人がほんまに自分の施術をその その例えば1ヶ月後に取るようにするように僕が進めることが本当に大切なことなんかなと思ったんですね。その本当にねすごいこう凝っててこれはちょっと連続で来た方がいいなと思来ていただいた方がいいなと思った時はですねそれを伝えるそのだからもう心の思っていることが言葉としてもう溢れ出てしまう感じで言ってしまうということは。 えー、あるんですけども、そのなんか計算というかその売り上げをある,ある程度安定させるためにやったっていうことがですね、えー、あったんですけど、それがちょっと違和感を感じてやめたんですね。こうするとですね、やっぱりお客さんはその進められないとですね、あのー、やっぱりそのいつまた うちの店出られてもう家帰られたらうちの店のことなんかはやっぱ忘れてしまうその人の日常があるんでね忘れられるんであのー、やっぱり離れていかはる人もやります。でまた疲れたらまた来てくれはるっていうのはあるんですけどもでそれで僕はいいかなと思ってるんですね。うんそのえー、と必要な時にしっかかり店がいいいているというか もちろんお客さんで埋まってたら時間をいろいろあれせなあかんのですけどもそ,のそういう状態そのこっちは待ち一応基本的に待ちほんでその施術に関しては別荘を尽くしてやるという状態とほいで純粋な心でお客さんに対して接してその相手にこう伝える状態っていうことですね。うん これ何が何でもその思っていること全てを言うとかそういう意味ではないですけどもその純粋な言葉がこの人はこう誠実にえ商売してはるなというかそう誠実な人やなっていうのがこう伝わった方が結局は信頼につながるように思うんでですねえそういうふうに今ずっとしてるんですけども。結構その 売上としてては良くなっている状態ではもほんでそういうことをほんで思った時その芸能界というかそのドラマ班というかその映画であったりでもそうですけどもそういうところってねすごいこう純粋なものをこう、えー、伝えようとしたはるっていうのがねちょっと僕は感動したというかああそういう感じなんやなと思ってこうそうじゃない人 こうどういうう、んですかね。こうお店行ったりとかいろいろするとですねいろんな方おられるんでそこはまあそことして、えー、ちょっと離れて、えー、捉えといてですね。で やっぱり純粋なものはどん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 純粋にやってはる感じの人のものはどんどん吸収していこうかなというふうに思ったりしてます。だからちょっとねそのテレビとかの中でもですね純粋にこうやってはるところとなんかこうバックのなんかのこう宣伝のためにやってるもんであったりとかですねそういうものもあるんでですね、えー、そういうのをこう見ていくとですね、うん、あまりこの。 ニュースを見よううといい気持ちにあまりなならないです、ね、えー、だから新聞とかを斜め読みするような感じ、えー、スマホでスマホニュースをこうその事実だけをパッパッと見るっていうそこだけでいいかなとそのその他の人の意見っていうのはねあまり必要ないかなというふうな感じはしちゃいますね、うん、だからその純粋なものをどん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 こう触れていくっていうのがすごくこう 面白いといとうかやっぱり心,心を動かされる状態になるんでですね、えー、そういうものを見つけてどんどんそういうのを増やしていこうとで自分の中でもそういうものを発信発信というかそのお客さんとかそういうのもそうやしそういうそこに嘘がないような感じでしていきたいなともちろんねこういう発信っていうのはなんかそのみんなに受けるものをやらなあかんのですけども僕はそれ完全に何も関係なくやってるんでその全然その。 あままり増えなないいいいんでですすけども、うん、それで今はいいかなというふうに思っていますこの先は、ね、どうするか分かんないですけどもでも神話数の純粋なものであってそこからの発信じゃないとやっぱり僕は僕としては違うんじゃないかなというふうに感じております。ということで今日は、えー、純粋なものが心を打つということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。